毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今日もお話を聞くのは気象予報士の甲斐貴博さんです。甲斐さん、よろしくお願いいたします。お願いします。今日のテーマは何でしょう？はい、今日は南岸低気圧についてです。はい、南岸低気圧とは何か、今日の正午の天気図で説明していきたいと思います。はい、正午の天気図で見ますと、低気圧が九州付近にありまして、この影響で佐賀県では雨が降りました。はい、この低気圧が本州の南岸、南の海上へと抜けていくんですね。この本州の南の海上にある低気圧のことを南岸低気圧というふうに呼ぶんですね。はい、この低気圧がまあ関東などで大雪を降らせるパターンの一つということで、今日関東では大雪警報が出るなど、まあ大雪になっている場所があるという状況ですね。なるほど。はい、はい、通常ですと、冬型の気圧配置の方が雪が降るというふうのが聞くとは思うんですが、はい、それは日本海が中心になる話になるんですね。いわゆる西高東低の気圧配置、はい、そういうことになります。はい、こちら日本海側は北陸というふうに考えてもらって、太平洋側が関東だと思ってください。はい、まあ、それを隔てるようにこう赤道山脈があったりするんですが、まあ、冷たい空気が日本海に流れ込んできて、まあ、雪雲が発生発達して、まあ、北陸など日本海側で雪を降らせます。この雪が降った後は、まあ、乾いた空気が太平洋側へと流れ込んでいきますので、まあ、日本太平洋側では晴れることが多いんですね、冬型の気圧配置の場合はですね。はいはい、で太平洋側で雨を降らせるパターンはその南岸低気圧というものになるんですね。これはいわゆるよくあるパターン、ね、はい、そういうことになります。はい、どうして南岸低気圧だと関東で雪が降るかもしれないんですか？はい、それはですね、上空の寒気を引きずり下ろすパターンもありますし、またこのオホーツク海にあります冷たい空気を反時計回りの空気によって流れによって、まあ、冷たい空気を引きずり下ろすということもあるからなんですね。はい、南岸低気圧のこの進路によっても雨か雪か変わってきます。最も雪を降らせるパターンはこの八丈島付近を通過する場合が多いんですね。はい、それよりも陸地に近づきますと、まあ、低気圧本体の暖かい空気に覆われますので、雨寄りの予報に変わりやすくなります。うん、一方この八丈島よりも南を通っていきますと、まあ、雨雲や雪雲自体がかかることはなくなるということになるので、まあ、とてもですね、この関東付近で雪を降らせるかどうかというのは予報が非常に難しい、そういったものになるんですね。だから同じ雪が降るといっても、はい、日本海側のいわゆる西高東低の気圧配置とまたちょっと違うメカニズムで雪が降ってるっていう、はいはい、パターンがちょっと違うということになりますね。うん、はい、でしかもその進路が違うから予報が難しいということですね。また寒気や暖気の強さ、そう風向きによっても変わってくるということで非常に難しい予報になっています。はい、はい、そして甲斐さん、今日県内は雨が降っていましたが、はい、この後雨はどうなりますか？はい、現在もですね、少しにわか雨降っているところがあるんですが、明日の朝まではにわか雨にご注意ください。マークで見ていきますと、朝まではにわか雨の可能性があるんですが、日中はおおむね晴れの天気ということになりそうです。日曜日の朝まで晴れますけど、だんだんと天気は下り坂へと向かっていきます。まあ、夕方以降は雨が降りやすくなりますので、折りたたみの傘などを用意しておいてください。はい、週間予報を見ていきます。はい、日曜日から降り出す雨、月曜日を中心に本降りの雨ということになりそうです。火曜日まで雲が多いんですが、水曜日以降は晴れ間が戻ってくるでしょう。ただ気温はですね、明日明後日はまあ平年より高いんですが、来週水曜日になりますとまた気温が8度と、うん、まあ、一気に真冬の寒さに戻りますので、ですね、はい、天気の周期変化だけではなくて、この気温変化にも十分ご注意ください。はい、ここまで甲斐さんのお天気箱でした。はい、甲斐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。